今日は福山の家事代行クランハイネさんからお話をいただきます。ときめき市場は福山の家事代行クランハイネの提供でお送りします。では今西智恵さんです。おはようございます。おはようございます。今年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。ね、もうあの家事代行ということで去年あのいろいろとどんなことをされているのかお話を伺ってきましたが、はい、年末は非常に忙しくて、ね、12月はスポットさん、定期さんももうかなりあるんですけど、はい、もうスポットさんがあの1回だけのお掃除になるんですけど、大掃除を手伝ってとかあれしてとかいうのがですよね。まずじゃあね、今年も新年ですから、はい、この家事代行クランハイネ、ハイネさんって何って、はい、そのあたりから教えていただけますか。はい、ありがとうございます。はい、あの今まであのよく家事代行って聞かれたことが多いかと思うんですけれども、いわゆるお手伝いさんの代わりをするってと同じことをするんですけれども、普段はお母さんや主婦がしている家庭でのさまざまなことを代わりに代行しますよっていうお仕事なんですけれども、掃除だけでなくあのお料理とか、ま、あのクリーニングを出してるか取りに行ってとか、お布団を干してとか、おばあちゃんの病院を迎えに行ってとか、そういう本当にあの家庭でお母さんや主婦がされてる、うん、あの家事を全てしますよっていうことです。そうですね、はい、だからお家にお母さんがいるよっていう、そうですね、そんな感じで、そうですね、はい、で、なかなかね、こう家事代行ってどんなことを頼んだらいいのかしらとか ね、 そうね、あまりあのお掃除に来てもらうにしても、あまりお家が散らかってると来てもらうの恥ずかしいわとかねでもあのお掃除で入ってると、あのお客様の方もなんかこうレベルかかるっていうか、うん、結構ね、今までは自分でされてなかったことを自分でされてて、逆に私たちが行ってもすることが少し少なくなったり、なんかこうやっぱり人様をお家に来ていただくということで、多分ちょっと綺麗になると、うん、汚れた時に熱いでにしてしとこうっていうようなこう感じになるのかなと、意識が、ね、今まで汚れっぱなしでまあいいやで目をつむってたのが、はい、綺麗になることで、あ、ちょっとの汚れな今のうちにしとこうとかいう、うん、そういうところもあるのかなと思ったり、そうですね、だから本当にあの相乗効果っていうんでしょうかね。そうそうそう、そんな感じですね。こう少しずつこう掃除に対する意識が変わっていくっていう ね、だからちょっと時間があったらもうお布団干しとこうとか、私たちも他のことができるようになったりします、うん、はい、そうなんですね。あの去年はスタッフさんを募集されてましたが、今年はどうだったんですか。そうですね、いや、まだあのスタッフさん募集してますので、はい、あのご家庭でちょっと空いた時間とかあったり、あの今うちにいるスタッフさんがいつも言ってるのは、この仕事がこんなにお客さんに喜んでもらえる仕事だとは思わなかったっていう声すごい聞くんです。まあ、スタッフの方ももちろん主婦の方が多いわけですよね、うん、女性の方がね。そうです、なんか普段お家でやってることをよそですると、すごい喜んでもらえるんですよね。そうなんです、お家だったらそんな誰も喜んでくれないですもんね。そう、当たり前のことがお客様のところですごい感謝されるんで、で逆に家でもその気持ちで家の仕事ができるっていう具合に。なるほどね、もういいことだらけです。そうです、やっぱお掃除をすると服が舞い込んでくるとかね、よく開運とかって言われますもんね。そうですね、うん、風水なんかでもね、はい、だからそういうところもで、自分お客様のところで気になったことも、うん、自分家に帰って今まで目をつぶってたことがやっぱり気になりだして、うん、綺麗にするし、はい、だから結構皆さん張り切って楽しく仕事していただいてます。あとあの、うん、来ていただいて一緒にお掃除をすると、はい、なんかこう、あ、こうやって掃除をすればいいのかとか、そうですね、なんかこうね、教えてもらえますよね。そうですね、あの 3S のコーディネーターもいますし、うん、皆さんあのいろんなところで勉強されてるんで、はい、結構あの汚れの落とし方とかも簡単にできるのを知ってますので、ね、はい、あとやっぱりこう水回りってとっても気になって、私もあの暮れにふとお風呂場の天井を見上げてみて、カビがね、ここやってなかったよって思ったんですけれども、そういうのもね、あのちょっとしたあの、まあ、
プロが使ってるような洗剤もうちは持ってますし、はい、あの一緒にしたら、あとあのお風呂場の鏡ってなかなか綺麗にならないですよね。あれも週に1回ずっと定期で入らせていただいてるお客さんなんかは、はい、一度では落ちないけど、うん、行くたびにこう結構あの洗剤とかすると、はい、1ヶ月ぐらい行くと取れますのでね、うん、あじゃあ徐々にこう綺麗になっていく過程がね、うん、皆さんに分かっていただけるということで、はい、え今定期でというお話が出ましたが、はい、ですから定期でお願いする場合と本当にあの必要な時だけ単発という方で、はい、形でお願いする場合があるわけですよね、はい、もうあのご要望に応じて、はい、ですから本当にあのこう一度頼むとずっと頼まなきゃいけないとかもうそういう決まりもないの で、ね、本当に手軽にお願いしていただくことができますよね、はい、あのお客さんが来られる来客の時だけちょっと年に何回か呼んでくださると、はい、おったくなりますし、なるほど。じゃあハイネさんの仕事をもう少しこう詳しく、はい、そのお掃除とかお料理だけなのかなって思ってしまいがちなんですが、年末はなんかおせちも一緒に、ね、そうです、そうなんです、そうなんです。今までおばあちゃんがあの娘さんと一緒に作ってらっしゃったんですけれども、はい、その娘さんが何年か前から家族旅行でもう正月はよそで過ごすことになって、もうおせちなんか作らないよっていうことになってるから、もう何年もおせち作ってないよっていう話をして聞いて、スタッフさんが、ああじゃあ私お母さん教えてみたいな感じで一緒に、うん、作ったり、あとあのおせち作りたいけど重箱をどこにしまったかわからないから、もうそれを探すのがもう億劫で作らないとか、うん、その一緒に 探したり、あと今回床の間もすごく綺麗に飾られてましたね。そうですね、いつもあのしてたんだけどもう億劫でしてないよっていうお話を聞いて、うん、じゃあ一緒にしましょうっていうことで、やっぱし誰かと一緒にするっていうとお年寄り高齢者の方ってすごい頑張られるんですよね。そうですよね、あとこう、うん、お話をしながらっていうのが嬉しいですよね。そうですね、そういうの一緒に、うん、するお宅も多いですね、うん、あとはあの子供さん預けたりとかそれもいいんですか。預かるっていうかあのお客様のお宅でお母様が、まあ、病院に行くとか病院に行く間そのお客様のお家で一緒にお子様とお留守番をするみたいな。なるほどね、うん、いろんなことを本当していただけるんですね。だからあの昔だったら実家のお母さんにちょっと来てもらったりお姉さんに来てもらったり、うん、そういうこうことが今皆さんお仕事されてて忙しいから頼めないっていう状況の中、はい、ちょっとハイネさんお願いねっていうふうに頼んだ、ね、はい、ぜひあの皆さんもちょっと忙しくてなかなか手が回らないとか、あとはあのお仕事普段されててお休みの日も家事とかやってるとね自分の時間取れないですもんね。ですからそういう時にハイネさんと呼んでいただけるといいですね。そうですね、はい、はい、であとですね、まあ、なかなかのお家に来ていただくということで抵抗もあると思うんですが、もう本当にあのハイネさんの母体はもう古くからね、はい、やってらっしゃる性質さん、はい、そうですね、あの、はい、廃棄物収集とか浄化槽の維持管理であのお宅にお伺いしている性質クリーナーですので、はいはい、もうあの信頼もしてお願いしていただける、はい、ということですね、はいはい、では連絡先を教えていただけますか。はい、084-962-0680、性質クリーナーが出ますので家事代行の件でって担当に変わります。ということで08496260680、はい、はい、こちらまでご連絡ください。よかったらどうぞあの気軽にハイネさんに声をかけていただきたいと思います。はい、今西さん、お正月早々というかもうお正月明けちゃいました ね、 そうですね、はい、また今年1年どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。